そう。すごい余裕持っちゃったじゃない。俺も随分時間だと思ってた。すごい余裕持っちゃったじゃない。そう。本当そのこっちゃったよ本当に、ね。びっくりした。まあでも化け物だよねって話で。新子でも走らないよきっと。あ、走れる、ね、まだ。今まだ走れますね。お、すごい。うん、ここから駅まで往復大丈夫そう？あ、うん、全然大丈夫だと思いますよ。そう、だってウォーキングとかまた再開しましたね。1時間半は歩いたりとか。いやだ、健康的。そう、そうですよ。似合わないよ、健康。健康似合わない。そう、筋肉女なんで、基本。うんうん、そう、あ、そうなんだ。筋肉はまた取り戻すことなんか嫌な感じ、健康的で。そうですよね。うん、なんか仲間じゃないみたいな。そう、仲間じゃなくて嫌だ。そう、健康不健康な人大好き。健康なんですけど、この筋肉はね、立てないと。うん、お、すごい。あれ、カメラ近かったかな。うん、うん、近いと思う。もうちょい後ろで、この、ね、なんか、うん、結構立つと距離が。一生懸命下がってます。昨日片足スクワットやったらそのまま立てなくて、なんで片足スクワットをやろうと、足が弱ってるなと思って片足上げてスクワット、前はねこういうの捕まんなくてできてたの、立ち上がれないけど、昨日ここ捕まって座ったらそのままこけた。そう、はい、久々にやるのに片足っていうところ、そう、すごいね。そしたらあの夢がびっくりしてた、見てて俺、大丈夫って、一応大丈夫と思うんだとか、びっくりするよ、だって目の前で倒られてる。そうそうそう、失礼しました。すいません、いきなり余談、はい、余談しかないけど、はい、はい、あら、あら、あらら、らミラネーゼ、イタリアの新子、またヘアスタイルと色が変わっちゃった。本当ですね、うん、いい感じです。はい、ではいきます、はい、それでは皆様こんばんは。こんばんは。シマーク自由が丘店のミニインスタライブ、はい、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は何かあるんですか？あ、テーマ考えてなかった、うん、だからね、いろいろ、うん、いろいろですね。うん、じゃあいろいろということで。はい、皆さんすいません、なんかしまんない。うん、そう、今日はあの少しまだ早いんですけれどもって思いつつ、うん、ポッシーからね、あの10点ほど福春が入ってきたので、そう、春1つか2つ春を織り交ぜてっていうことですね。ですね、はい、まあちょっと、まあ秋冬のものでも少し春に向かった装いになっていくのかな、うん、お、なんか、かな、丁寧な言葉ですごく中身がありそうな薄い会話です。今、はい、とっさに考えた浅いやつ。浅かった。そう、はい、そんな感じで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そんな感じで。膝までいかない感じで。何からどういくんだが。行くんだばだば。だばですね。で1本目は、うん、まあさらっと、うん、よいしょ、ね、今日まだ時間があるねって言って、はい、女王その子伝説を今話してて盛り上がってたら8時になっちゃってた。すいません。そう、全然余裕あると思ったら、うん、ね、時間余裕もなかった、うん、はい、よいしょ、終わっちゃう。まあやっぱり1本目はね、さらっと、うん、そうか、ちょっと足傾いてるみたいな、うん、こっちは、よいしょ。今ウォーキングの話を進行してたんじゃない？うん、ウォーキングにもいいね、このデニム。このデニムね、うん、どういう話のつなぎね、うん、やっぱり健康である。うん、いや、ウォーキングデニムなんか履きませんよ。あ、履かない、失礼しました。はい、もう本当にスポーツで、あの、なるほど、時速何キロのみたいですよ、うん、あ、そうなのね。すいません、ごめん、素人の会話で、素人。はい、そうそう、ジャージみたいのが一番いいのね。そうです、もうそんな、うん、いる手前ぐらい、うんうん、あ、じゃあショッピングに歩くくらいのデニムで、そうだね、うん、はい、
ゆっくり歩きたい人はデニムで、この辺のデニムで。スタイルウォーキングする人はちょっと違います。はい、着ていきたいと思います。気持ちで満足したい人、そういう人にはデニムで十分かと。うん。動きはしやすいデニムです。このデニムが、はい、あのイスコじゃないんですけれども、うん、これまたちょっと柔らかくてストレッチの効いた、うんうん、すごいね。そうデニムでして、はい、評判良かよね。評判良かなデニムなんですけど、はい、あの裾が、うん、あのちょっとフリンジになってて、はい、これ伸ばすとかなり、うん、マネキンでもこのくらい折ってるので、うん、かなりロングなパンツなんですけれども、うん、この折り返したところの横に、うんまあ、テープが入ってて、うん、もうこれ一番上まで入ってるんですけど、うん、テープが、うんそうね、なので大きく折り返していただいてもいいですし、うんでまあ、そのまま伸ばしてちょっとクシュクシュってたごましてもブーツとかだったらいいのかなっていうデニムですね、うん、ナチュラルストレートスリムに近いナチュラルなストレートですね。そうですね、うん、意外とこういうストレートのパンツ、はい、少なかったので、うんうん、そういう意味でもちょっと新鮮なパンツですね、ですね、はい、で、まあ、上はこちらヒラですね、はい、これまたいいニットなんですけれども羊毛紺の、はい、ちょっと配色がお袖と裾に効いた感じの、うんうん、斜めって見えるのは俺の気のせい？斜めってるニットがちょっと腰にあ、そういうこと、うん、肩もちょっとずれてたけど大丈夫？こんな感じ？はい、うん、そうですね、はい、はい、ですね、はい、はい、まあシンプルシンプルな感じなんですけれども、うん、まあシンプルにしたっていうことは、うん、ちょっと上着で遊びたいな、うん、みたいな、うん、さあ何を遊ぶのかな。こちらがチッチッチッご紹介してなかった、うん、そうね、これフルッティフルッタの、はい、こういう遠目で見るとこうなんですけど、近くで見るとすごいです、うん、近くで見ると配色がいっぱい、うんうん、カルゼっていうんでしょうかね、この網状ね、うん、はい、ハムンゼンカルゼですね。懐かしい感じの、はい、黒とピンクとグリーンとオレンジと白みたいな、はいはいはい、これがまた綺麗に混ざり合って、うんうん、なんか素敵なニットじゃない、はいね、ジャケット、はい、コートみたいなやつですね。あの太く綾織風に織り上げております。あ、そうですね、はい、こちらでちょっと華やかに、はい、でこういうの着てるとき中のネイビーが非常に効くかなと思って、うん、黒でもいいんですけど、うん、何気にね、気負いのないコンサバティブなジャケットをちょっとタウンに着ると、うん、そうなるほど。またあんまり古い例えするとモッチーさんに画面越しに怒られるかもしれないけど、はあ、タイタニックに乗り込むあれだね。タイタニック、うん、男と女、ことな、うん、そんな感じです、はい、そう、こういう感じで合わせてみました、はい、これなんかボタンのオレンジもなんかすごい重厚感あって綺麗なんですよね、うんうんうん、キラーと、はい、特色はやはりこの素材の持つあのカルゼ織りの色の出方と肩パッド、はい、うん、そう、この肩パッドね、きちっと肩を作ってますですね、はい、なので、はい、ちょっとマネキンさん首がないと、うんうん、あの弱くなるので、はい、ちょっと帽子で、うん、この肩パッドに負けない感じにしてますね、うんうんうん、これ色違いでちょっと肩とか見ていただいたらどうでしょう。はい、こちらお色違いがグリーンがございます、はい、これなんか使えそうだよね、とにかく、うん、いいジャケット、特に今回のデニムと相性いいなと思って、うんうん、今デニムが3肩4肩、うんうん、新しいのが来てますけど、うんうん、そう、こちらがグリーンとカーキと黒と白の配色ですね、うんうん、なんかこういうポケットの縁とかがチェックの柄が切り替わってたりとかして斜めに、うんうんうん、なんかこういうちょっとしたところが効いてて楽しいんですよね、うんうんうん
で見ると色が混ざり合ってまた不思議なんですけれども、こちらもございます。肩パッドがこういう感じで割としっかりと入ってますね。チェックがね、好き嫌いって本当に多いと思うんですけど、パッションさん個人はチェックは好きじゃないんです、うん、でもこれは好き嫌いっていうよりはなんか、あー面白いっていうか、かつて見続けてきたような、うん、でちょっと新鮮な感じのなんかトラディショナルなんだけれども、うん、いいコートジャケットみたいな感じですね、みたいな感じですね、はいはい、なんかどこか新鮮なんですよね、はいはい、特にこのオレンジの方とかチェックであってもチェックじゃないような感じなので、うんうん、こっちのグリーンは割とチェックに強いですけど、うんうんうん、あとその白 の, あのハンドステッチ風のストライプと横のボーダーが、うん、そうそう、はい、特にこの白がね、ハンドステッチでわざわざ柄を作ったような感じに織り込まれているので、うん、それが印象的ですね。ですね、はい、非常に非常にいいいいいい感じのチェックだと思います。思います、はい、背中の柄合わせも綺麗にできてるでしょ。ここね、はい、ここがずれてるとちょっとあれですけどね、はい、あもう問題です、はい、もう基本ね、チェックは柄合わせ難しいんですよ、うん、取る場所によって柄を、うん、あそうですよね、当てはめてかなきゃいけないし、うん、柄を合わせなきゃいけないので生地に裁断に非常に無駄が出るので、こういうチェック の, あのジャケット、まあ、チェックは基本的に柄合わせをきちんとやってる服に限って言うならば、うん、大きな無駄が出てます、はい、そういうことですね、はい、そんな感じで、はい、そうちょっとこの、ね、デニムもお見せしたかったのはあるんですけれども、うんうんうん、これと非常に相性が良くて、うんね、でなんか今着てとてもいい感じなんですけど、少し春み春っぽさを感じられて良いかなと、うん、面接なんかのね、白の面接なんかでオーソドックスに合わせていいし、スマークオリジナルのフリーレイリーの白のあーフリーレイリー、うん、面ブラウスで合わせても綺麗ですね、うん、今からちょっと長く使っていただける、うん、そんなジャケットコートですね。はい、そう思います。はい、ではそんな感じでお値段いきたいと思います、はいはい、お願いします。こちらフルティフルッタのコットンベースで、はい、あとこういう配色のところはアクリルとか使って、はい、イタリア製生地のジャケットが、はい、64,900円、はい、面のあごめんなさい、素材の効率はどうなってますか。コットン64のポリエステル29、うんうん、アクリル 4% にウール 1%、はい、レーヨン 1%、はい、ナイロン 1%、はい、もうチェックのツイードっていうぐらいの感覚で見ていただければと思いますですね、もう本当ツイードはいですね。しかも綿だからね、はい、時期長いしですね、うん、でこちらが64,900円が45,430円。もう一回2色見せてください。こちらのお色と、はい、こちらのグリーン、はい、なんでこのちょっとこうハリッとパサッと感っていうのは綿が強いってことですね。ですね、デニムに合うわけだ、もう合わないわけがないみたいな、うん、ですね、はい、裏地とかもう一回配色がこういう感じで、うん、グリーンとピンクとオレンジと黒白って、うん、なってます、はい、でこちらの平野ニット、うん、平野羊毛レーヨンナイロン、はい、カシミヤっていうこちらが29,700円、うん、が20,790円になります。20,790円、非常におすすめです。これ肌当たりとかこの落ち感テロ感がすごい綺麗で、はい、このトリミングが効いてますね、うん、でこちらのパンツ、はい、これ見かけによらずウエストゴムで、はい、これ自体もストレッチが効いて履きやすいパンツです、うん、サイズはガオカは、今は M だけなんですけれども、はい、あの目白ね SL でありますね、はい、3サイズございます、はいはい、こちらが 14,960円になります。はい、はいはい、そんな感じで、はい、ね、ちょっと爽やかに着てみました、うん、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
さあお次の番だよしんこちゃんしんちゃんは何かな。しんちゃん今日は、はい、悩みますな。はい、いや悩まないで飛ぶで。はい、なんかあんまり馴染みのないコーディネート、うんいや、やっぱり髪の毛変わってヘアスタイル変わるとまた別の人が来たって感じよ。ですよね、多分ね。はい、もう本当に忙しいなこの人、いろいろと。お眉がお気に入りなんですけど、うんうん、毎週雰囲気が変わってくる。そうですね、うん、と着るものによってね、うん、また違いますよね。週替わり女、うん、でしょ。いいですね、楽しんでますな。でこの、はい、かっこいい。もう普通に、うん、普通なんですけど、ちょっと忘れた。そうかっこいいよね、なんかかっこいいですよね、うん、意外と仕上がりかっこよくなっちゃった、うんうん、みたいな。いやすごくかっこいいですよかなって思って、うん、この何でしたっけ、リブニット、はいはい、このゴールドが効いてるんですけど、はいはいはい、なんとなくこれいい感じね、うん、で、うん、下どうしようと思ったんですけど、うん、いいね、これね悩み悩んだ末、うんうん、この感じがすごいかっこよくっていいのかなって、うんうんうん、いやかっこいいですよ。もうシェンコ履くとさ、そのタイトも腰巻き風になっちゃうのね。うんね、なんかね、うんうん、なんかその感じもええよ。ええかなみたいな感じで、はい、そう思ってきてみました。はい、いいと思います。あ、ありがとうございます。うん、でも今日寒いけど。そうなんです。これまた上着も悩んだんです。悩んじゃったの。とっても悩んだんですよ。これでお外出たら風邪ひきこんこんよ。そうなんですよ。それでですね、うん、ちょっと待ってくださいね、はいはい、ちょっとこれがね、うん、もうウォーキングで鍛えてるから、この自由が丘の店内楽勝で走れちゃう。走っちゃう、うん、行っちゃえって感じで、うん、ちょっとね、うん、皆さんにはうるさいって言われそうですけど、うん、もういいや、うん、これは色で揃えたような。でもなんか実際ちょっと可愛かったかな。なるほど、うん、なんかね、うん、なんかボワンボワンですごいんですけど、うんうん、でも実際はすごい、いや全然なんか意外と収まるわって、うん、いやいやそう思います、うん、意外となんか、はい、ちょっと地味なような派手なような、はい、でもこの下がね、うん、細く見えて、うんうんうん、いいのかななんて、うん、それが効いてるみたい。逆に変にカジュアルにしてなくて ね、うんとうん、あこのこれですよね。そ そうなんですよね、うん、でここからちょろって見える感じもすごいいいのかしら、うんうん、良きですよ、良きですよね、うん、なんかちょっと一瞬このボワボワにあれだったんですけど、はいはい、うん、いや全然良きです。なんせまた違うミラネーで来ちゃったからね、うん、ね、なんかねちょっといいのかなって、うんうん、思いました。皆さん今日の進行見てください。女の人って本当に髪の毛の色、前髪プッツンしたりとか、ちょっとした眉毛の描き方でまた違うやつがここに現れちまって困っちまうみたいな、ね、まあね、うん、本当にね、お前よ、ね、楽しめますよね、はい、楽しめます、本当に楽しめますよ。もう大好きなの、いきなりバンって前髪切ったとかっていうのがわかる、楽しんでるよねと。もう楽しくっていろいろよっしゃですよ、よっしゃ、はい、で、うん、こちらのお値段の方ですね、はいはい、前後スリットのこのスカートの方が20,900円です、はいはいはい、で、中のこのリブニット17,600円、はい、でファーベストの方が15,180円が10,600円、うん、でこちらのボワボワな可愛いジャケット、うんうん、ブルゾンが32,780円が22,900円。これなんか今ね、私ね、すごいハマってるんです、ね、この、ね、今来てますよね。そう、今すごい波が、自分の中で波が来てて、うん、え、これかわいいよねとか思って、うんうん、
だいたいモッコが2年遅れてくるからね、自分で。あ、でもなんかその感覚はね、すごいわかるんですよ。新子3ヶ月遅れ、これ大丈夫よ。そうです、なんか。これ来年ぐらい言ってたら。そうで、買っても、うん、その年は着なくて、うん、次の年にすごいもうヘビロテに着るとかね。うん、なんかわかるんです、かね、だからモッちゃんさんの気持ちは。そうなのね。ということです。まともなのね。で、はい、ありがとうございます。うん、以上です。はい、はい、はい、ありがとうございます。コトキさん、はい、お願いします。コトキハン、何番やんのか。このワンピをちょっとご紹介したい。うんうん、ですよね、だって、モッチーさん。ねえねえ。ですよね。よいしょ。これなんだかんだご紹介したことなかった気がして、うん、初めて見た。そうですよね、うん、私も熟成でみゆきさんは聞き入れないからさ。あ、そうです。聞き入れない。そう、もういっぱいで、うん、へえ、このニットあったんだ。このニットワンピが、ニットワンピってなんかなんだかんだ言ってもね、いいよ。いいんですよね。はい、こちら、これは自由が丘限定ですって、うん、出た出た言いたいね。そう、現物店で手に入れた、手に入れたって言ったらおかしいから、はい、はい、手に入れたでいいです。はい、はい、ちょっとあの首元とかこれ、はい、裾、はい、あと横がこれベンツになってるんですけれども、うんうんうん、ちょっとトリミングの効いたニットワンピーですね。うんうん、ね、何でもないんだけどちょっと気が利いてる袖口とあの裾の方。そう、袖口もこうやって、うん、そう、色をねちょっとだけ、うん、あのトリミングしてますね。カラートリミングっていうか色でトリミングかけてます。そうなんです。ね、お袖と裾はベージュなんですけど、はい、これちょっとパイピングみたいな、うん、グレーね、厚みのあるのはグレーになったりとか、うんうん、で脇線もグレーね。そうなんです、うん、なかなか何でもないんだけど、なんかちょっといいんですよね、うん、これ、うん、身幅も割としっかりあって、うん、まあ着やすいんですけど、うんうん、割とどんな体型の方が着ていただいても、うんうん、すっきり収まる、うん、綺麗に縦に落ちてくれるっていうワンピースね。間違いない。で、お色がこのグレー、うん、グレーにブルー、おー、しかも袖口と裾グリーン。そう、こっちはねこっちのトリミンググリーンになってるっていう、はい、遊ぼうよって、カラーコーディネート遊ぼうよっていうのをふんだんにね、やりすぎなぐらいで、右袖と左で、うん、あと左襟の左部分ね。そうそう、はい、こうやってね、はい、色で遊んでます。配色をこっちも右袖が、はい、うん、こうやってね、うん、気がつくとですけれども、いろんなブランドでこの右袖左袖の配色を変えたりとか。そうですね、結構、うん、やってますね。ハイブランドもひっくるめて、うん、全部別々のブランドでいろんなところで、うん、この感じ、うん、ね、気にしたことなかったんだけど、気がつけばこの右袖左、うん、右袖左袖 の, あの配色の違いとか、はい、そういうのはきっとトレンドだったんですね。ね、いつの間にかお店に揃っている、ね、そう、それのこと、そのトレンドを話したことすらなかった。なかったけど、実は実はそうだったんだな、ね、で、あとなんかこういう細トリミングで、はい、いろんな色使ってるので、はい、これが大きい太い線とかだとちょっと色多すぎてなんかバラバラだなって思うんですけど、うん、それがまとまってて良いのかなと、うんうん、で、こちらに、はい、あ、まずちょっとベルトでブラウジングをしてみたいですか。はい、こうするだけでも全然印象違うので、
ベルトを落としてあげて思いっきりここで分量取ってあげると、うんうん、綺麗にブラウジングできるね。割と身幅が、その配色とても好きって。あ、ね、いい配色ですよね、うんうん、あ、この、うん、このブラウジングがナチュラルに綺麗ね。ね、なんか、うん、ブラウジングできる、ブラウジング してるみたいな、うんうん、あ、綺麗綺麗、ね、うん、もうなんかこれだけでもいいんじゃないかなっていう感じするんですけど、うんうん、やっぱり今はコート必要かなっていうところで、うん、こちらのヒーラーベントの、うん、なるほど、お袖が光沢になってる、はい、これウール100のコートですね、はい、パフッと、なるほど、このテロ感が綺麗、うん、このね、柔らかさが非常に綺麗なのと、うんうんうん、あとちょっとこういうね、はいはいはい、MA1 みたいなポケットの入り方あるんですけど、うんうん、この首周りが非常になんか女性らしい感じの、うん、このちょっと丸い、うん、襟の使いとかが、うんうん、このワンピースの、うんうんうん、ブラージングした具合と、うん、とても相性がいいかなと思って、うん、ちょっとずれてるか、よいしょ、チュルル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 、そうだね、今足元、はい、そのなんだろう、ハイカットローファー、そう言わないか、ローファーのね、あれだけど、ブーツで普通に良さそうだね。あ、ブーツくらいでいいですかね、うんうん、ちょっとローファーの方が軽っぽく見えていいかなって思うんですけど、うんうんうん、そこまで軽くしない方がいいみたい。コートが意外に軽いからね。ブーツ、黒の方がいい、うん、黒の方がいいと思います。黒、黒、この場合はもう黒でしょう。黒のあれ、黒のロングってなかった、うん、もうあのショートでもどっちでもいいと思います。うん、もう断然それは黒がいい。茶色で少し色が違うのを飛ばすよりはもうビシッと黒で締めた方が、うん、中でちょっと色の芯作る感じです、はい、かっこいいです。はい、うん、この感じでいいんじゃないですか。なんかこういうちょっとしたことだけなんですけど、うん、なんかこれだけでもいいのかなって、うん、切れ目にあのマレーラのシャギーのコートとかちょっと羽織らせてみてもらっていいですか。はい、そうです ね、うん、ね、これはこの感じで、うん、それいいと思います。また全然雰囲気が違うから。 ありがとうございます。うん、よきよきすごいね。やっぱりこのコートいい、このコートいいですよね、うん、明日余計寒いみたいなので、うん、このくらいで、うん、これはこのままディスプレイ残しておいていいぐらいね、いいですよね、うん、あの中のとこね、綺麗、うん、あ、いい感じ、良いよ、とても良い。このニットワンピっていうのが今ちょっとすごい魅力的に感じてて、おすすめ、強くおすすめしたい、はい、うん、そんな感じですね、はい、いいと思います。ではお値段の方いきたいと思います、はい、こちらのティーラベントの異素材使いのこちらのコートが、はい、85,800円、85,800円が、が60,000円になります。はい、60,000円、これ60,000円はかなりお買い得ですよね。な気もしますね。うん、66オーメン、なんか急に不吉になるからやこちらのマレーラのシャギの、はい、これいいよね。こちらね、アルパカと羊毛のシャギですね、うん、これ自慢していいですか皆さん、うん、この秋冬本当にウール系のコートよく売れたんですけど、一番お気に入りのこれ、どこのお店も売れてません。あ、そうこれだけ、これめっちゃいいのに。そう、これが一番いいのよ今回、うん、素材感とか、うん、3着それぞれのお店にあります。あ、
そうでしたか、うん、売れてない事実を自慢するってどういうこと今ですよ、今のうち。いや、スーパーおすすめですよ、皆さんですね。しかも40-422サイズで、ほぼフリーサイズです、これね。そうですね、はい。なぜか、もう本当におかげさまでびっくりするようによく売れたんですが、コートはね、これは3割引きした今現在もまだ売れてません。ああ、じゃあ明日寒いのでこれをぜひ着ていただいて、はい、よかったら気になってる人、はい、いらっしゃったら、うん、ピクンって、いや、これ本当にいいんですけどね、はい、お買い物カゴに入れてくださいって、なんか軽く言いたいねお買い物カゴってあれで、よカートに入れてください、カート、うん、絡みえ、うちにあるような、あれ、みゆきさん、これ買っていただいたか。買っていただいてるんじゃないですか。あ、俺があれだ、じゃあ1号店とここで見てるからだ。あ、よく見てるから。うん、2号店はないか。あ、ねえ、一瞬、うん、やめ、あの、気に入っていただいたけど別のにされたのかなとか思って、うんうん、あ、よかった、お家にあるじゃないですか、うんうん、よかったよかったってそう、あの、パッションの中でショックなんです、これスーパーいいのに。いや、いいって思ってるから余計に、うん、そう、1号店の印象が強かった、ね、うん、あ、まだあるよ、1号店行ってまだあるよ今日もコート売れました、あれとか思って、違うやつでね、はい、あ、愚痴ってる、あ、違う。じゃあ次、うんうん、素晴らしいんですこのコートね、はい、皆さんおすすめです、これすごくいいコートですってね、強くおすすめしたい、これも、うん、いいコートなんです本当に、うん、まあ、すごいですよ。ちょっとアップでその記事面皆さんに見ていただいて、お見えいただけない距離、あ、地域の方もいらっしゃるんでね。ね、非常に、はい。もうこれぞ究極のマックスマーラーの、あの、ファブリックですね。ですね。はい。皆さんご存知のようにマックスマーラーの妹ブランド、もともとが本当にこうセカンドラインだったんですよ。うん、こちらのマレーラ。ですね、うん、完全に、まあ、マレーラ単体として独立云々ということではないんですが、うん、あの、事業部分けしているのがこちらのマレーラ、もう50年以上事業部分けしてからやってるんですよね、うん、で、イタリアのミラノか、ミラノ行かれると、はい、あの、ドームの前にマックスマーラ村みたいな感じで、あ、マックスマーラ、そうそう、マックスマーラ、マレーラ、イブルース、うん、あといっぱいそこら辺がペニブラッカ、そう、並んでるそうです。残念ながら行ったことありませんけどお客さんによく聞きます、それはです、ね、はい、はい、じゃあお値段いきたいと思います、はい、こちら196,900円、はい、が137,830円になっております、はい、ね、13万って言ってもまだいい値段だけど、これはお買い得でございますよ。ですね、そう、100年切れますねでも本当そのくらいね、うん、で、こちらのワンピース、はい、ニットワンピー、うん、これが非常に、うん、ね、べっくらお値頃わけのわかんないメーカーって常日頃言ってるこちらが16,500円がが11,550円になります、はい、ほら、皆さんもうわけわかんないと思うでしょ、このメーカー本当に不思議なの、本当ね、綺麗なんです、うんうん、しかも今回何を思ったのか、4万円ぐらいのカシミエ100のニットも結構やってんだよね、うん、ここがね、うん、で、それはそれ非常にいいですよね、そう、良いのいろいろあります、うん、奥深いわ、うん、そうね、怖いですよね本当にわけわかんない、不思議なメーカー、うん、本当にね、あの、私、物の見極めに関してだけはもう割と譲れないぐらい自信があるんですけど、うん、ここのブランドの価格はわかんないですね、わかんないっていうのは、まあ、いろんなやり方があるんでしょうけど、うん、単純にコスト計算できない、うん、いろいろひっくるめて一つ一つの価格に割り振りしてるのかどうかわかんないんですけど、この単体で見ていくとちょっとアンビリーバブルです、うん、だっていいですもん、うん、これ、はい、そんな感じですね、そんな感じで、はい、ありがとうございます、掘り出し物品ですね、うん、いや本当にね、わけわかんないわけわかんないっていうのが一番正しい言い方かな
はい、はい、そして分かる天才進行、次なんだら、あ、わけわかんねえとかね。あら、なんかわけわかんない。なんか子供が楽しそうに遠足行くみたいな格好して出てきたけど、あら、なんかたまにはね、こんななんか可愛い感じもいいかもね。いいかもね。照れてるし自分で、でもなんかおもろい、なんか可愛い。妙に可愛いね、生意気にならない良さがある。これなんかね、可愛いかな。いや、なんか可愛い。先にもコートをね、羽織って背負ってるのが可愛いのかな。そう、なんかね、でもそんなおやつしか入ってなさそうなんですけど、バッグの中ね、これはもう、でも革のいいバッグじゃないですか、ね、でもたまにはなんかちょっと可愛くいっちゃって、可愛くいっちゃってね、はい、そう、で、これをどんどん外して、はい、こうやって持つとまたちょっとなんか大人っぽく、可愛い、かっこいいかな、ね、担ぐと担がないで違いもんな、ね、違うじゃないですか。あら、しんこちゃんどこ行くのっていう感じから、そうそう、しんたにさんお出かけですね、ちょっとあのちょっと見たもんでじゃないんですけど、サラとパリ、パリのみたいな、フランスみたいな、そう、なんかね、この色がすごいまたね、いいんですよ ね、春先、ちょうどいいのかななんて思って、思います。綺麗な羊毛でございますもん、ですよね、はい、この光沢見てくださいね、この素材の光沢、声がひっくり返っちゃった、すごい素敵なんですよね。はい、そしてですね、この中身がメインで最初考えてたんですけど、もうなんかこの感じとリュックが背負いたくなって、はい、で、このニットね、そう、パンダニットがまた、はい、出てきたんですよね、はい、出てきたっていうか、もうこのニット自由が丘でこのシリーズ、そう、もう早くに完売してたからね、目白にくれくれって言って全部目白に持ってこられました、目白からか、です、もう嬉しくって、このパンダかわいいな。かわいい、かわいいね、なんかもう、はい、これね、もうなんか語ると長くなりそうなんですけど、このくにゃくにゃ具合がもう本当にパンダなんですよ。で、ボーダーのね、あのラインの太さも、違かったりとか、そう、もうこれがあったなんて私は嬉しくて、スペシャル人気ですね、ガンガこのシリーズね、もう一時全部なくなって、あと1枚だけなんか残ってたこのシリーズ、はい、カーディガンに関しては2号店からもモッチーさんが、じゃあこちらも全部お持ちくださいって、そう、嬉しいの、で、このあとゴム引きベージュパンツ、ね、新しく入りましたね、こちらのベージュ、はい、そう、なんかこれで春っぽく合わせていただいて、いい感じ、いいかなと思ってて、そう、そしたらこんなに可愛いコートがあり、あんな可愛いリュックがあって、担ぎたくなって担いでみたら、あら、幼稚園生になっちまったみたいなね、やるしかないみたいな感じでした、よきですよね、可愛い、本当にこの、このパンダ、可愛いですよね、ですね、ということで今ね、マンダ試作オフィスがね、マンダ試作オフィスがピッて入りましたよ。あ、まあいい。あ、マンダ、マンダさんね。マンダさん。ペックラー。ということで、また届いちゃいますよ。パンダニットが、38,000円が21,560円。はい、で、こちらのパンツの方が14,080円。ね、このパンツいいですよね。そう、いいんですよね。すごいおしゃれで、大きめでわざと、ね、いつも私はこのシリーズを大きめで履くんですけど、はい、ああ、そうそうそう、この色違い、私これ怖いよ、ね、もうこれやめられない。いいな、その病気が。そう、もう本当はこれもね、狙ってるんですけど。わかる。本当にあいつ気をつけて、皆さんみたいな。もう本当に可愛いの。ね、うん。何なんでしょうね、これ。これ、これが、なんだっけ、
着心地ひっくるめてかな、やっぱり。そう、カシミヤと優しく包んでくれる。もうなんかこのくにゅくにゅ具合がすごい最高に可愛いんですよ。そしてこちらの、もう本当に綺麗な綺麗な、一枚仕立ての羊毛コートね、はい、はい、こちらの方が88,000円が61,600円、程よいですよね。綺麗だもん、画面越しでもこの生地の綺麗さって感じがします。光沢がもうすごい綺麗なんですよ ね、はい、ね、もう本当素敵、良きです。はい、でバッグの方がこちらは、はい、うん、これは黒はもう完全になくなってるんですね。はい、もうあと1点これだけです、うん、はい、41,800円、はい、以上で す、以上です。はい、ありがとうございます。それそのまんまで良かったじゃん。あ、着せてくんかい。着せてくんかい。着せてくんのね、うん。かっこいいこれ。はい。はい。待ちきれず、ネタが切れたというわけではないけど。ネタはいっぱいあるんですけど。ネタはいっぱいあるけど、今日入れた。良い。あまりにも良いから。ご紹介。もう紹介した。もう今モッチーさんが画面の向こうでキーって言ってる。明日やろうと思ったのにって。先やったもん勝ちか。先やったもん勝ちですね。おいら知らねえ。あとで知恵堂。怖い怖い。そう。わあ素敵。はい。非常に素敵じゃない。こちら本日入会いたしました、うん、フォッシーの。春物第一弾ですね、うん、いや、琴木くんらしくない完璧にかっこいいコーディネートだよ。え、嬉しい嬉しいでいいのかな動じなくなったね、俺のツッコミに最近、君も。でも素晴らしく素敵だよ。はい、こちらが、うん、ポリエステルとウールかな、うん、ですね、うん、サマーウールみたいな感じの細番手のウールですね。ですね、はい、で、ウールの相撲の感じだって、うん、光沢感が非常に綺麗なんですよ ね、うん、ね、まあ贅沢なウールです、うん、フォッシーの結構ね、フォッシーって毎年ウール、うん、そうこの辺出してますけど、うん、やっぱいいですね。いやいや、もう綺麗だもん非常に綺麗です。画面越しで伝わりますかね、うんうんうん、この感じ。これはね、そのルーズベルトの使い方もなかなかグッドだね。あ、本当ですか。ちょろ出しがまぐれと思うけど、そう、ちょろ出ししたくて、うん、良い良い、すごく良い、かっけー、ね、うん、本当はね、もうもっとなんかさっぱり着せちゃって、うん、もう春に着ていた感じなんですけど、うん、今見せたい、うんうん、むしろこの感じがかっこいい、すごくかっこいい。むしろ今着ていただくとおしゃれかなっていう感じで、うん、いや、そう思う。そう、ベイビーアルパカのタートルに合わせてベストとパンツですね、うんうんうん、さっき着せようとしてる時、まだダメだ早いよとか言ってたんだけど、いいね一回ね、はい、まだ紹介するの早いって言われたけど、やめろじゃない、やめれやめれ良い。そう、これ非常に良いです、うん、もうパンツの形も綺麗だもん、このテーパードね、うっそーっていうぐらい綺麗、うん、で割とこのベストが、うん、アーム、うん、結構広く取ってるので、そうだね、そうだね、割となんか何でも、うん、まあどっちかっていうと、はい、まあ、ニットっていうよりかブラウスのイメージですかね、うんうん、ドルマンのブラウスとかの上から着る感じなのか、うん、でも全然大丈夫、うん、なベストですね、うん、と思います。で背中もこういう感じで、うん、この感じがまた非常に綺麗なんですけど、ちょっと緩いか、うん、このくらいで、いや、本当に綺麗、本当にかっこいい。それぞれに何でもないって言えば何でもないんだけど、うん、何でもないところに花がある、ね、何でもないところに新しさを感じたら、それを最高に素敵な何でもないですね。はいこんな感じで、いや、ちょっとマネキンの足が長いので、うん、ブーツで足首がチラッと見えてるんですけど、うん、逆にスーパー贅沢だけどさ、このショートブーツにあと10センチぐらい丈を切っちゃってクロップトップっぽくしてきてもかっこいいかもしれないね。贅沢贅沢だけどねはい、フ
不詳な考えは改めてください。今間違いです。たわごとです。たわごと。うん。でもかっけえなこれでそんな感じで。ちょっとね、そうサブリナ丈の感じでね、膝下10センチぐらいにしてショートブーツで合わせてもらうとウルトラかっけえですこれ。でもそこまでのことはやめましょう。そこまでやる方も、うん、まあいらっしゃらないと思いますけど、いらっしゃる気がするから先に言ってるの。あ、先に。それでまたこのベストが綺麗なんですよね、うん、この結構これまた身幅、うんうん、取ってるんですけど、うん、いやいいと思いますよってほら しちゃうかもしれない、うん、そうそうよ、もうイメージ一緒だもん、もうなんとなく想像ができました、ね、そうそうもうできちゃってる、うん、そんな感じで、うん、かっけえもん、ねえ、うん、そんな人いない日本にいないですよね、うん、もう新古にイタリアの街中中をリサーチしてもらって Google アイで一人か二人めっけらんないぐらいよはい、で、はい、ちょっと、まあ、まだこの感じだと、うん、まあこれでいいんですけど、うんうん、今着るっていう部分で進めたいので、よくねえよ寒いわあ違う違う、あの、うん、実際にこれ着る時期になったらいいと思うんですけど、キレッキレだね小時くん三浦さんカモンですねだってですね、三浦さんこの辺を完璧にやってくれますから、ね、もうパンツ切って、ね、切って履いていただくイメージで仕上がっちゃったすごすぎるんだわすごいすごすぎるんだわ、いやめっちゃかっこいいよ、かっこいいですよね、いや本当に、ね、うっすみたいかっこいいよ、まあ、ブランベールのちょっとメルトンっぽい、うん、メルトンとはまた違うか、うん、あのショートジャケットコート、はいはい、もうジャケットっていうよりかもうショートコートみたいな感じで、この感じはもうベイリーベストと思うね、うん、まあウール同士ですし、まあそんなにサマーウールとは言ってもやっぱりきちんと馴染んでくれるかなと、うん、いや素敵素敵、すごくいい、すごくいい、めっちゃ良いね、この感じで、うん、ね、いいかなって、うん、これ今ね画面で収まってるちょっとこう図柄よりリアルは、はい、うん、10倍かっこいいですよ。あ、本当画面だといまいち、いまいちではないんだけど、やっぱり立体感が乏しいから、ここ、あ、そうですね、うん、ちょっと前後感が分かりづらいですね、そういうこと、そういうこと、ちょっと斜めにしてみる、うん、いやーこれはかっこいいね、こんな感じで、うん、恐れみよだよ、恐れみよ意味わかんない自分で言ってるちょっとまあ、あ、いいじゃん、ストールがあってバッチリかなと、はい、100年に一度しか咲かない花のように今日のごときのこのディスプレイキレッキレ素敵、あ、じゃあ次は100年後で、そうそう100年お目にかかれない次やばいぜ、でもすごい素敵だよ、ね、このくらい、うん、でやっぱり首元に立体感できると、うん、画面越しにもちょっと分かりやすいからね、うん、この膨らみもひっくるめて色合いも綺麗に合うに決まってるんだけど、素材感、うん、それぞれの素材感が相互に作用し合って全体が綺麗に見えますね、うん、渋いとかじゃないの、なんかいいんですね、うん、華やか、嬉しいかっこいいですよね、うん、モノトーンで合わせて華やかってなんか良くないですけど、ね、いやいや最高だよ、だから100年に1回っつってやべえ、皆さん100年に1回のコーディネートです、この時のナイスコーディネート見といてください、あと100年出ないかもしれない、いや毎回出せるように頑張ります、うん、いや何でもないんだけど全部いいよ、なんかね、うん、何これ、マニッシュなんだけどえらいエレガントだし、それでいてやっぱり女性らしさがね、ドモード濃い、ドモードだよしかもスーパーベーシックなのに、もうなんかこのトータルでおすすめしたいなみたいな、うんうん、
今日さっきあのディオールのさ、はい、あのショーのシーンとかモデルさんかっこいい人がいて、うん、それをこうサルベージしてたんだけど、はい、まあ、そのモデルさんがこれを着てるイメージをしてたら、ああもうこれ今回ディオール悪くなくて、上から目線当たり前ですか、うん、もう今年の秋冬です。2024から5年、はい、オリボンのやつとか、そういろ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 、ね、うん、そうですそうです、ツイードとかもいろいろ扱ってるけど、うん、うん、それに遜色取らない、うん、素敵なコーディネートが提案できましたかな、はい、そう、ね、ちょっとこの感じはおすすめですね、うん、お色違いとかジャケットあるじゃない、はい、良きよ良き、すっごい良き。ちょっとだけ残念なのはこのリアルなかっこよさをもうちょっと伝えたいけど、素材感の良さとかビンビンに伝わってるけどね。あ、素材感は伝わってます、うん、空気感とかさ、この立体感、微妙に分かりづらい、そうそうそう、そのストールのね、あの段差とかさ、こういう感じとか非常にね、うん、まあ斜めを、うん、とりあえず値段いきましょうか。そうですね、はい、でこちらのブランベールのジャケット、コート、ショートコートですね、うん、もうすごい、3色も揃ってる。そう、3色ございます。はっきり、はっきり、1回ね、少し色なくなったんですけど、うん、これ非常に良かったので、ね、追加させていただきました、ね、はい、こういう感じでテーラーで、うん、で、こういう首の後ろが配色の感じ、はい、襟の、はい、コートジャケットですね、一番使えそうなタイプですよね、これで、ね、うん、デニムとかで合わせてもかっこいいし、ね、デニムおしゃれですね、うん、今非常に使いやすい、うん、そんな一点ですね、うん、なかなかないんだよね、こういう、うん、楽に着れてちゃんとしてて綺麗で、うん、良さげなもの、良さげなもの、ね、うん、こちらのお値段が、70,400円が49,280円になります、はい、49,280円、うん、非常におすすめです、うん、で意外とかなり便利なこのストール、うんうん、ね、こうやって巻くだけ首元に立体感作ってくれますし、よく考えるね、これも去年もよく売れたけど ね、こうゴムシャーでビョンビョンみたいな感じ、うん、たったそれだけのことなのにね、うん、な中間にね、はい、こうやってゴムのシャーリング入れることで形作ってるんですけど、こちらが、8,250円になります。はい、8,250円、これ一つあるとかなり便利なのでちょっとおすすめですね、これは、うん、いや綺麗だわ。で、こちらの本面、うわ素敵ね、これ綺麗ですね、この襟の振りとかもね、バイアス立ちしてるわけではないんだけど、綺麗にウエストが入るね、そうそうそう、来た時にね、一瞬バイアスかなって思ったんですけど、うんうん、そうちゃんと地の目、うん、うん、そう、地の目で ね、だからここのシェイプとかこの垂れ具、うん、とろみが非常に綺麗ですね、うん、こちらホッシーのベスト、うんうん、こちらが33,000円になります。はい、しかもこれね、トップ染めって言って、はい、あのウールとか、まあ、あのあれなんだけど、刈り込んだ後にその刈り込んだ毛に色をつけて、そこから糸にせるの。ああ、なるほど。だから色の乗り方が一番深いんだけど、ちょっとランダム性みたいな。そうそう、そういうこと、そういうこと、そういう感じの色になってるんで、うん、木とはまたちょっと違うんですね。ちょっと違うの、違うので、先染めの場合はもうちょっと綺麗にグレーになるんだけど、わざとこの木目を出したくて、あのウールの段階、要するに刈り込んだ毛の段階で色をつけて、うん、その段階で色をつけるっていうのは順番からいくと一番リスクが高いから、そうですね、揃わなかった時とか、うん、そういうこと、コストは高くなる。そう、マットなグレーとはちょっと違うんですよね、うんうん、これちょっと表情のあるグレーですね、はい、でもなんかすごいバラバラな色っていうわけじゃなくて、うんうん、になってます、はい、で、こちらのパンツ、パンツも綺麗ですよね、はい、パンツのお値段が、いや、ほんと綺麗だこれ、お値段、よいしょ、
あ、こちらも3万3000円ですね。はい、ベストと一緒。3万3000円ごっこ。はい、はい、で、こちらのベビーアルパカの中に着せてるタートルが、はい、2万4200円が、はい、がもうフルッティフルッタ全部在庫、はい、在庫っていうかあのオーダー分以外の、うん、あの在庫は全部シマークに来ました。はい、ですから今また色が揃っております。そういうことですね、はい、こちら1万6940円になります。はい、1万6940円。そんな感じですかね。はい、はい、あとなんかクラッチに持たせてこのバッグおすすめです、うんうん、かっこいいよね。これもグレーだったかな。はい、さっきのあのシンコが背負ってたバッグと同じ革よね。これ同じ革で同じ色です。おついになります。はい、こちらが3万9600円になります。はい、いい革だよ ね綺麗なんですけど、はい、なんかどうとでも扱っていただける感じのすごい、うんうん、そうなんか使いやすい革ですね、うん、そ, う そ, う そんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すごい素敵です。アリアンさん、ありがとう。はい、しんちゃん、あらまあ、なんか春しちゃってもうこれは何も言わず、うん、お見せするだけで そのままね。あっちゃー、こういう可愛い感じも好きなしんこはどういう感性なんだ、ね、本当に可愛いんですよねこれ。さっきからもなってたよね。可愛すぎ袋かかってる時から袋かかってる時からしゃがみ込んだようにね、かわいいかわいいと、ほらお尻が出てますでしょ。しんこがお尻がぴょこんと飛び出してる時はなんかかわいいのサインですね。本当に、うん、もうだってもうねこれ、うん、この字のね、ちょっと変わってますよね。この字柄もね、そう丸々、はい、なんていうんですか、ドットをね折り込んでフロッキー風の感じでジャガー通りですね。ズンってなってて、変わってますよね。生地自体がすごく素敵な生地なんですよね。オーマイガッド、麺にレイヨンだ、イタリア製、うん、はい、でこのここにちょっとグログランで、うん、でこのゴールドの入り方もまたね、うん、ボタンなんですけど可愛いんですよ、うん、そしてこのワンピースも、うん、もうなんでこれピアノになってるんですけど、なんか蹴飛ばしたくなんない可愛さだからいいね。もうちょっとね今日ねそうまだね寒いので、うん、でも、うん、よきよきとりあえずお見せするっていうので、はい、うん、もう本当にもう可愛い皆さんうるさかったんだよねこれいいもう本当に可愛くて本当に、ね、2時間ぐらい前からうるさいんですよ。でもねあのこれから春先、うん、ちょっと今タイツ履いてますけど、うんうんうん、このこういうね、ブーツで、こういうので、ちょっとインナー着ていただいてもいいですし、1枚でもいいですね、1枚でもいいですしっていう感じで、うん、まさかこれ、うん、このジャケットがついて、ついてっていうか別売ですが、あるなんてっていうね、もうだってこの横姿も可愛すぎますよね声が変わってる。そう、本当にこれだってこれだけ広くて、うん、これだけ広くてって言っても、うん、なんだかのバランス具合がね、うん、そうもう全部すべて可愛く、うん、よくできてますね。そうできてますもん、うん、いやどうしよう、これは一色だけでしたか。もうこれ一色だけうちに入ってきたのは、はい、うん、おそらくねこれと黒の2色をやってて、これも色だけ、うん、オーダーしてるかもしれない。うん、ね、あの時これ持ってきましたよね、この一色、ね、そうここですよね、うん、そうそう多分、うん、やっぱここで、うん、そうこの時でその時も休みかな。いや、いる、いました、いて、うん、見てんだんじゃん。そうそうそう分能でちょっとあれこれやったっけ、これなかったっけみたいな。そう、よみがえろうってやってたんですけど、でも本当にこれはいいと思いますので、これからこれはおそらく新子に行ってお出したんじゃない、うん、と思います、ね、うん、はい、新子セレクトです。余計に皆さん力が入ります。おすすめです、うん、なので、はい、もうこれからどんどんこういうの可愛いもの、うん、綺麗なものがね入ってくるので、ね、またそれまた楽しみに、ね、またガラッと雰囲気変わりますもんね、しかも重たくないのね、そうジャケットコートみたいな感じのデザインなんだけどね、上着、あ、そうですね、重くないですよね、うん、可愛いので見に来てください、うん、ね、良きですよね、うん、じゃあそちらの方はお値段、はい、お値段かわいいってね、本当にかわいいんです、うん、
こちらの、ワンピースの方が74,800円、はいはい、74,800円、はい、でジャケットの方が85,800円、はい、85,800円、いいお値段ですが、はい、ちょっと物の良さがもう全然違います。やっぱりいいですからね、はい、もうなんかなかなかこんなにいい生地の、うん、ないない、この形、うん、いい形ってなかなかないので、うん、作らないですよね、うん、今やメーカーさん作れない、うん、ね、本当にそうですよね、はい、こんなにスペシャルな、はいはい、ということでちょっと見ていただけますか、はい、っていう感じでした、ね、このデザインがいいからちょっと生地を、うん、もうちょっとお手頃な生地で作ろうかって言ってできるパターンもあるけど、うん、この生地を生かそうよっていうかね、この生地を使いたいねっていう感じでデザインを起こしてる感じだから、やっぱりアプローチが全く違うと ね、 違いますね、できた、うん、完成度、感度が違うね、本当にそうですよね、はい、うん、そんな感じですか、小時くん、はい、はい、うん、今日もなかなかバタバタしてましたけど、ね、うんうん、いい紹介できたと思います。はい、特に最後の、先ほどの小時コーデ、うん、今の新コーデ、春物のフォッシーさん、ね、今日入ったばっかりです、うん、しかも6時ぐらいですね、入ったのね、そうそうそう良かったです、紹介できて、はい、ね、ちょっとね、イメージしていただければ、はい、うん、この辺に置いていただければですね、うん、見たい人は早速もう売り場に出ますよね、そう、出ますよ、ね、はい、出したいですね、うん、これを出していいんじゃない ね、 ね、なんか、はい、うん、いいと思います、はいはい、うん、じゃあそんな感じで、はい、皆様こんばんも、ご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございます。明日、明日やると思います、まあ、やりますよね、もっちーさん、きっとやりますよね、やつ、うん、がやらないわけがない、槍が降ってきても魚が落ちてきてもクジラが落ちてきてもやります、クジラはね、うん、そう、はい、では多分明日やると思うので、はいはい、やります、夜8時から、はい、ってほら2つ返事だよ、あ、はい、気合い入ってます、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、はい、じゃあそんな感じですか、今日ですね、はい、では今晩もご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございます、それではいきます、うん、せーの、 This is a fashion、 ありがとうございます、ヨッピーさんがわーい、楽しみです、明日も楽しみです、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、今日ご紹介したの以外にもフォッシーさん別にありますし ね、 ね、 ね、今日10点ほどずつ各点入ってますからね、うん、全部内容は一緒のサイズ違いになります。はい、それ可愛いね、シンクね。本当に可愛いの。うん。なんか欲しい顔になっているよ。立ち悪いとこだけ。終われ終われ。脱いでもね。可愛いもん。いいね。俺あのね、表情が好き。本当にもうどうしようもないね。ダダっ子みたいになっちゃう。これ可愛い、欲しい。では失礼いたします、うん、入ってた、入ってます、よいよい。